拍手を。妹の誕生日です。やったただお祝いしてもおぼんしくないのでドッキリをかけたいと思います。ホイップクリーム、これをとりあえず妹の顔面に当てたいと思う。絶対開くな、絶対開くな。いやいやいや、止まれ止まれ、取れてなかった、やべ取れてなかった今やべ取れてなかった、今取れてなかった。お誕生日おめでとう、ばちゃん。取れてなかった、かわいそう。やられた、今年はやられんと思っとったのに。最悪、どうするこれ。いい加減にして、お前に整理掃除せよ。カメラ撮ったらあんた掃除せって言っとるよな。はい、おパイ投げしてんぞもう最悪やもん。一斉ペチャパイババここにペチャパイの妹もいますこれ洗濯とかチーニャンなるげんよ。聞いてねえよ、ラジオクラブ。聞いてねえよ、聞いてねえよ。絶対黙りクソしてる。いけ、また金玉ゲットだお前。フリッタイお前にケーキ絶対やらんからよ。それはやめてください。俺はケーキ入刀するんだ、妹と。そして結婚するんだ。はははお前ちゃんとプレゼント買ってきた。届かないんですまだ。届かないよって何。俺の愛が今届きます。ててててて、ガシャ。お前パンツ落ちとるぞ。これが俺の勝負パンツです皆さん。ほんとすいません、すいませんすいませんすいません、すいません。しばらく重くなって動いたらいっぱい飛ぶねんて。やばい。あー、儚い壁に。俺エンディングいけるか。俺は妹の誕生日を絶対盛大にお祝いする。そう、なんと今日おかんホールケーキを買ってきた。ちょうど俺は今あいつとケーキ入刀して食べるんだ。絶対してくれんねん。もう絶対するよ俺は。無理やわ、怒っとる。こんな怒った、パンナ怒った。皆さんにはお教えすることができないんですけど、妹にすごい最大の誕生日プレゼントをあげます。とある人物と電話をさせます。もうこれネトネトじゃない。こりゃ、ばえー。妹、先はごめんな。今からお前に最大の誕生日プレゼントを送るぞ。あざす。ただ、それは物ではない。あ、素晴らしい。素晴らしい。電気消して。これはすごい。タンケーキ、タンケーキ、タンケーキだ。それ誕生日ケーキの略か。うん。タンケーキだ。いやもう早くしてロール垂れとる。ギザキ家の誕生日パーティー。もうあとロール垂れとるよ。始まり。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。今止めとー。アクション、アクション。一発で消せ。初めての共同作業です。せーの、ぐしゃ。ねえ、もういいって。これが誕生日ケーキです、妹の。いただきます。俺がお前に誕生日プレゼント何あげると思う。ものじゃないこの誕生日プレゼントは。この家族の中では見せれるけど、視聴者の皆さんには見せることができないんですよ。で、俺と兄弟になれてよかったと思う。うん、美味しいものいっぱい食べれるし。あ、わかった、犬か。それでは妹にプレゼントあげます。多分こっからカットになりますね。誰に電話したの。もしも、どうも、ありがとう。本物。嘘だ。はじめまして、桐沢圭一です。あ、家族全員泣いてますわ。やばいやばい。妹多分今放心状態になって気絶しそうですわ。やばいやばいやばい。おお、やばい、ありがとうございます本当に。俺はすごいわ、誕生日プレゼント最高や、最高や。よかったね、ありがとうございます本当にです。どうしよう、もう憧れすぎる。憧れって、ありがとうございます本当。ありがとうございました。ありがとうございます。電話ありがとうございました。桐沢家遊びに来てる。いや、それはさ、やばっ。まあ、でも、こんな汚い家に来てほしいでも。ありがとうございます、ほんと。いや、もう、めっちゃやばくない。てか、ね、待って、もう、どうすればいいか分からんだ、好きすぎて。もう、分からんで、ね、もう、ずっと好きやった人が電話できるって。何声も出さんってことやろ。出さんださ、一切出さん。いや、嬉しくないんで、ごめんよ。どうも言わないでもいいよ。だって、ずっと好きやった人と電話できるんよ。すごくないそれって。憧れとった人と。いや、YouTube、何が起こるか分からんね。ありがとうございます。兄貴、ありがとう。この瞬間、俺は、何年間も待ち望んでいた。儚い壁にぶつかっても、何度でも立ち上がる。いい、お願いします。